ネットで競馬、ネット競馬。どうも、一ノ瀬恵那です。今週も一ノ瀬恵那の調教トップ5ということで、週末の重賞を予想する動画を配信していきます。まずは先週の振り返りからしていきたいのですが、こちらの動画ではアイビスサマーダッシュ予想させていただきました。5頭上げさせていただいて、馬券内に入ったのは4位指名のときめきが2着のみということで、はい、上位に指名した馬たちが外枠寄りに入れていたのもあったので、なんとなく先着では外有利かななんて思って期待はしていたんですが、ちょっと厳しい結果になってしまいました。すみません。1位に指名していたファイアダンサーはまた立て直してほしいなと思っています。そして勝ったのは1年ぶりの実戦だったオールアットワンスでした。石川由紀人騎手の見事な手綱さばきに応えて1着だったということで、本当に改めて関係者の皆様おめでとうございます。今週も楽しく追い切り見てまいりましたので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、今週はエルムステークスを予想していきます。過去10年で見ていきましょう。一番人気の勝利は2020年のタイムフライヤーのみで、一番人気が馬券内に絡むという意味では過去5回ありましたが、勝利となるとやや苦戦傾向に移ります。勝ち馬の前走距離は 1700m 以上で、短い距離からの参戦で馬券内に入っていたのは2015年2着のグレープブランデーと2018年2着のドリームキラリのみでした。いずれもこの2頭はプロキオンステークスダート 1400m からの参戦という共通点がありました。今回は前走マイルから参戦してくる馬もいそうなので、注目ポイントになりそうです。じゃあ早速調教から見た上位評価5と発表していきます。まずは第5位、オーソリティです。はい、今回は2022年の宝塚記念を競争除外となってから久々の出走となります。国内でレースをゴールしきったとなりますと、2021年のジャパンカップ以来となりますので、かなり久々の印象を受けます。復帰戦で初ダートとなりますから、未知な部分は多いです。ただ調整自体はエプソムカップを当初視野に入れていたようだったので、5月に乗り込んではいたんですが、今回のレースに向けては7月の5日から仕切り直しで時計を出し始めています。2週前3週前の南ウッドでは7ハロンから時計を出しており、馬なりで2本消化しています。7月23日から函館ウッド入りしていて、1週前追い切りはチークピーシーズを着用して5ハロン68秒に、3ハロン38秒7、ラスト1ハロンが12秒0をマーク。思ったよりもお腹周りがあんまりボテッとして見えなかったので、そこまで悪い印象はなかったです。先週の日曜日には函館ダートで追い切られていますし、最終追い切りは函館ウッドでやや頭を高くしている感じはありましたが、元気がありそうで、フットワークは本当やはりいい迫力があるなと感じるものがありました。今回そもそもダート 1700m という距離自体、これまでで最も短い距離になります。新馬戦こそ芝 1800m でしたが、そこからは 2000m 以上だったので、このあたりも少し鍵になるかなと思います。血統面では品系にシーザリオがいたり、かなり注目血統だなと思いますので、久々の実戦いいもので終えてほしいなと思います。続きまして第4位は石風です。はい、今回いい意味で好状態をキープできてるかなという印象を持っています。7月の30日から札幌ダートで時計を出しており、最終追い切りは同じく札幌のダートで半マイルから59秒5、ラスト1ハロンが12秒7をマーク。力みのない走りで、北海道で滞在して使われていますが、体つき仕上がりともに良さそうに映りました。2021年の兵庫ジュニアグランプリを制してから勝ち星こそないのですが、金走は馬券内で検討中。前走のマリンステークスは中1周の間隔で上がり最速タイの3着。これまで2歳の時などにも中1周と間隔を詰めて使っていたこともありましたが、大崩れなく間隔が詰まるということ自体にあまり抵抗はないのかなと感じています。2走前から函館使われていて、大沼ステークスでは後方からレースを進めて、4コーナーでは外を回して2着に好走。ハンデは59キロとトップハンデでしたし、1着と3着馬は前で競馬をしていましたから、収穫のあるレース内容だったかなと思います。
今回もこのまま滞在して使えますし、金2層、成績も崩れていないので、このいい状態をキープしているならという点で期待して第4位とさせていただきました。続きまして第3位は、ペプチドナイルです。はい、2層前から北海道に来ていて、函館調整で2連勝中。今回は7月29日土曜日から札幌ダートで追われて、6ハロン79秒4、5ハロン63秒7、3ハロン36秒8、ラスト1ハロンが11秒9を富田騎手を背に1敗に追われて高度計をマークしています。今回はコンビが富田騎手に戻りますが、2走前の大沼ステークス勝利時も調整ではまたがられていました。最終追い切りの札幌ダートでも乗られており、首の使い方若干硬さはありましたが、足さばきはすごく軽快で体つきも無駄なく仕上がっている印象でした。3走前からブリンカー着用していますが、ブリンカーとシャドーロールどちらも着用しているのは金2走からで、すごく息っぷりが良くなった印象があります。前走のマリンステークスは中一周で軽めの調整。函館のダートで一本さらっと追った感じでしたが、レースは先頭のまま押し切り、3馬身と2分の1差の快勝でした。57.5 キロという斤量は自身がこれまで背負ったハンデの中でも最も重い重量というか斤量だったので、成長が見えた一戦だったなと思います。2走前大沼ステークスの時は花に立っていたものの、途中からちょっと競りかけてきた他の馬に花を一旦譲るという内容ではありましたが、こう馬自身がそれでかかってしまうこともなく、慌てることなく落ち着いてレースできていたのは好感触でした。富田騎手とはその時もコンビを組んでいますので、そういう点でも今回うまくいってほしいなと思います。続きまして第2位は大成サムソンです。はい、2週前追い切りの7月20日から札幌入りしており、札幌ダートで時計を出し始めています。1週前追い切りでは同じく札幌ダートで5ハロン65秒2、3ハロン37秒5、ラスト1ハロンが12秒1を馬なりでマーク。時計的にもしっかりと出せていて良かったですし、この週の水曜木曜の札幌ダートで追われた各馬の中でも上位に入る高度計でした。軽快な足さばきで動けており、状態は悪くなさそうです。最終追い切りも札幌ダートで、コーナリングから前肢はすごく力強さがありましたし、硬さのないフットワークと、最後に映像で後ろ姿が映ってたんですが、その時の友の上部もすごく張りがあっていいなと思いました。今回北海道での実戦初となりますが、2週前から札幌に入れていたのは良かったかなと思います。前走のアハルテケステークスでは芝スタートで行き足をつけて花に立ちました。そのまま最後は馬なりで4馬身差の快勝です。ただ2走前はスタートがあまり良くなくて、後方から大外を回して直線を迎える形になりました。少し頭を高くするような走りでしたし、やはり前で競馬してこそ良さが生きるという点はあるかなと見ています。今回重賞初挑戦ですが、横山和夫騎手とのコンビ相性は4-3-1-3と非常にいいんじゃないかなと思いますし、今まで対戦したメンバーも着差はあったにせよレモンポップの2着など注目できるレースは多数あったかなと思います。期待します。それでは第1位の発表です。こちらルコルセールです。はい、今回各馬の追い切りすべて見た中で、ルコルセールの調整過程が非常に良さそうだったのと、最終追い切り非常に良かったので第1位とさせていただきました。前走から函館ダートで調整していますが、今回も1週前追い切りは函館ダートで5ハロン69秒4、3ハロン38秒3、ラスト1ハロンが12秒3をマーク。合わせたのはコバオープン馬のカウディーリョで、その外から 0.4 秒先行し 0.4 秒先着しています。先週の日曜日には半マイルからウッドでも流していました。最終追い切りは函館ダートで5ハロン68秒6、3ハロン38秒4、ラスト1ハロンが11秒9をマーク。前肢の関節がすごく柔らかく動いていて、自然とスッと加速してラスト1ハロンは11秒台。体勢が整ったなぁと感じられるいい動きだったなと思います。芝でデビューをして勝ち切ることはできませんでしたが、ダートに転向して一気に3連勝。お兄さんのソロルもダートで活躍をしていましたから、かなり適性が見えたレース選択だったかなと思います。
昨年秋の神奈月ステークスで3勝クラスを勝ち、オープンに上がって4戦していますが、4戦すべて掲示板を外したことはありません。また3走前の名古屋城ステークスでは、スタートをスムーズに決めて2番手から追走。直線で先頭に立ってから振り切り勝ちもしています。この時2着のバンヤールには詰められましたが、その後バンヤールは重賞でも馬券内に構想していた1頭ですし、3着以下は3馬身離れていました。このレースの5着馬にはマーキュリーカップを勝ったウィルソンテソーロもいましたし、好メンバーの中構想できていました。前走のマリンステークスでは、両隣の馬よりも若干ワンテンポ遅い感じのスタートになってしまっていました。ですが、そのスタートの割にはいいポジションを取りに行けていたなと思いますし、勝ち馬のペプチドナイルには離されましたが、内容は悪くなかったんじゃないかなと思います。昨年の春先までややゲートに課題はありましたが、だいぶ良くなっていってる印象があるので、今回はスタートを決めて頑張ってほしいなと思います。さあ、一ノ瀬圭奈の調教トップ5、今週もご視聴いただきありがとうございます。ランキングはこのようになりました。はい、気になるところですと、私のこの収録時には確認できてないんですが、ペイシャイスが本日木曜日追い切りということなので、これはちょっと見たかったなぁと気になっています。あと迷ったところですと、アシャカトブ迷いました。追い切りでは少し口を割って走る仕草はあったんですけれども、体つき自体は悪く映らなかったので、こちらは馬券的には加えてみたいなと思っています。みんな無事に頑張ってほしいです。さて皆様、いつもコメントグッドボタン本当にありがとうございます。登録段階ではありますが、レパードステークスの追い切りでいいなと思ったのをサクッとご紹介したいと思います。まずはパクスオトマニカ、追ったら弾けていけそうなすごくいい手応えに追い切り移りました。またエクルジャイトもシーフットで体つき非常によく見せていた印象です。あとはですね、少し手前を変えるの若干遅かったんですけれども、動き自体悪くなかったなと思ったのは、ゴールドバランサー良かったかなと思いました。出走が叶えばこのあたり馬券で加えていきたいです。さあ、ということで皆様、8月になりました。はい、私も昨日は大井競馬場に行ってサンタアニタトロフィーを見てきたんですけれども、今サンタアニタウィークといって、こう結構、なんて言うんですか、海外競馬で活躍されている馬たちのパネルがこう出てたりとか、美味しいご飯屋さんがたくさん出てたりとか、非常にいいなと思って、夏のナイターとっても楽しんでおります。ということで皆さんも地方中央問わず今週も競馬楽しんでください。今週も競馬を愛して楽しんでいきましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、また来週ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。